ロゴジュスク広告とは、12世紀後半のルーシ西部に位置した分量広告である。ロゴジュスクを主ととした。p v m i s DLOKGSKI, t n ポロックと、その分量広告 P、ポロツク広告 V、ビテプスク広告 L、ルコームリ広告 D、ドルツク広告 O、ロゴジュスク広告 M、ミンスク広告 I's、イジャスラブリ広告 G、ゲルチケ広告 K、 クケノス広告周辺の主な広国 S、スモレンスク広国 KI、キエフ広国 N、ノブゴロド広国 T、トゥーロフ広国ロゴジュスク広国は12世紀後半にイジャスラブリ広国から分離した。しかし、他広国との国境線は詳しくは不明である。一ッーチー年代期には、1180年のロゴジュスク公、フセスラフミクリチはイジャスラブリ公、 ビテプスク公と同盟を結んでいたという記述が見られる。また、ラブレンチー年代記には、1186年に、ミンスクク下出身のロゴジュスク公バシリコボロダレビチが、ノブゴロド公スモレンスク公ドルツク公と共に、ポロツク公国を攻めたという記述がある。その後、ロゴジュスク公国は、スキルガイラ、ビータウタス、アンドレッチス等のゲディミナス朝の諸公の所領となった。 この時期には、ロゴジュスク広告は、ロゴイスク、ガインスク、ホレツクの3領域からなっていた。P76AB リバース、RR リバース、リバース。ありがとうございます。